武士館は、千葉市花見川区武市町にあった、日本の城。千葉つね種の三男、種りが、岳石三郎種りと称してこの地に居住した。そか天皇社の言い伝えによれば、種りは、父親のつね種と折り合いが悪く、しばらく山ごもりをしていたので、弟の大菅種信が気の毒に思って、所領を分けてやり、武士に住まわせたという。その後、種心は、 常種たねの異名に従い、羽生軍に移り、武ケを含む菅ガは、千葉総家の所領になったと伝えられる。武石氏の館もこの時に廃され、遠く道の区の所領に移ったのか、その後も一族が居住し続けたのかは定かではない。巨漢は、武市町の集落後方の約20メートルの大地上にあったと伝えられる。移行については、規模、形態、場所さえ確かではない。 千葉郡氏には幕張城大穴武氏にありて、武上氏上史のうちにあり、途中、小塚有城に飼育クの祈禱の雑事を生まず、小石祠有あに古母の懐石あり、土地の人はお岳様と称す。すなわち武様の略にして武史種親の墓なりとなす。とある。このお岳様とは、武神社のことである。ありがとうございます。